はい、皆さんこんにちは、はい、こんにちは、こんにちは。また押鹿観光さんに、ね、はい、突然やってきました、はい、社長報告があります。はい、はい、社長から預かりました、はい、30周年記念の押鹿観光さんの記念事業で、はい、はい、残念ながら去年お亡くなりになってしまった、はい、鈴鹿恵子さんが、はい、たっぷりとお芝居をしてくれている、はい、ビデオを私預かりました。はい、はい、ほんでこのビデオ機械は、はい、皆さんもう家でね、うん、はい、うまく動かなくなっちゃってる人も多いかと思うので、はい、はい、なんとかデジタルっていうのに変えて、はい、スマートフォンで見れるようにできたらば、はい、今の子供たちなんかもね、はい、見てほしいし、はい、それから年配の方も、うん、まあ懐かしいなやって、はい、ね、見てもらえたらばね、うんうん、喜んでもらえるんじゃないかなと、はい、はい、それでデジタルうまくいきましたから、はい、はい、8個の演目が入ってます、はい、昔話お話ですね、はい、鈴鹿恵子さんは NHK の朝ドラのヒロインやってから ね、はい、ね、もう太陽に吠えろから大岡越前から大活躍した後、はい、こういう民話の普及を頑張ったんですね、うん、そうです、はい、うん、それで、うん、ちょっと調べたら、うん、文化庁の表彰を受けてますね、はい、この方言の語りで、うん、そうです、石巻弁でね、石巻弁の舞台を一人でこう演じるという、はいはい、すごくね評価も受けて、はい、いや、ちょっとでも去年です、残念ながら67歳、はい、若くしてね、はい、お亡くなりになってしまったということを、はい、本当にもう惜しい人なくしたと、うん、そうですね、石巻の宝もなくしました、うん、ね、昭和の大女優ですよ、うん、そうですね、はい、ということで、うん、これからの時代の人にも、はい、やっぱり見てほしい、うんうん、知ってほしいということで、うん、はい、全部で8話のお話がありますけども、うん、1話ずつ、はい、15分ぐらいのね、はい、舞台の風景です、はい、うん、これは懐かしの映像になりますから、はいはい、学校とかで見てもらっても面白そうですよね。あ、勉強になりますよ、ね、はい、うん、本当鹿観光さんこの30周年前記念事業は、うん、今から22、23年前に、はい、大規模な記念事業ですね、うん、はいはい、はい、ですからね、それを今あら懐かしいって見てくれる、うん、年配の方もいらっしゃると思いますし、はい、まるっきり方言わかんないよ今の若い子、はいはい、小学生なんかね、はい、見たら面白いと思うよと、はい、ということで、天国の、恵子さん、はい、皆さんにもう一度見てもらうことね、はい、喜んでくれるんじゃないかなと思いまして、はい、そうですね、はい、小藤君いいこと言いました、はい、きっと、ね、みんなね石巻元気でねっていうふうに恵子さんがね、うん、守ってくれてると思いますから、はいはい、みんなでこの懐かしい、はい、お芝居を、はいはい、見てみてください、うん、こういうのをね、うん、何年も使ってなかったテープ、はい、やっぱり埃とね、湿気で、うん、カビがこうなってたんですよ、うん、でそれをちょっとね専門業者が全部消毒して、うんうん、きれいに しました。なるほどなるほどね、うん、それで業務用のテレビ局でこう回すようなやつで、うん、きちんとデジタルで読み取ったので、うん、すごく鮮明にきれいにお顔も見えるし、はい、声も綺麗に撮れてます。はい、石巻の市民と、あともちろん、あと今の子供たち、はい、それを伝承して、そして確かこれを私300本をね、はい、鈴鹿恵子さんからお借りになって、各小学校さんも子供とバラまいたっていうのがプレゼント、うん、プレゼントしましたね。したよ、うん、はい。そうするとら。天国でこの鈴鹿恵子さんはお喜びになっていると、はい、そう思います。今のこの令和の時代に、はい、皆さんがもう一度鈴鹿恵子さんのお顔を見てもらうこと、うんうん、きっとね喜んで、うん、まあ見てくれているんじゃないかなって
思いますので、はい、はい、これからも皆さんで石巻の話題をしていく題材になるんじゃないかなと思います。はい。はい。東京で離れて暮らしている石巻出身の方、はい、ね、YouTube だったらばいつでも見れるんで、はい。はい。じゃあよろしく皆さんお願いいたします。はい。それでは、はい、第1話から第8話までありますので、はい、ね、これね、YouTube だと好きなのポチポチと選んでね。見えっかな。はい、はい、はい、それでは皆さんこれから、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。そこにそりゃあ仲の悪いガサマと嫁ごといたんだ。どんだけ仲が悪いかっつったら、今でいう野村さじよど浅香水よハブドマングースっつぐれ仲が悪いかったんだ。ガサマは名物隣からもらっても嫁ごさわげでやんねで一人で食ってしまう。嫁ごは嫁ごでガサマの留守にとななさ、まんじゅうだの、羊羹だの、せんべいだの、いっぺー隠しておいたんだ。中には半分カビ生えたのもあったんだ。ある時のこと、ガサマは嫁ごのぬるすに戸棚開けてみたんだ。したっけ、あららららら、おらいの嫁ごこいなとこさ、食い物隠してまんず肉たらしねえこだ。どれ、みな食ってやっぺって一人でバグバグ食ったんだ。したっけ、ほれ、その晩ひどい腹やみ起こしてさ、寝込んでしまったんだと。嫁ごは医者殿んとこさ行って、お母ちゃん腹やみ起こしたから薬気できないって頼もうと思ったんだけども、あること思いついてな。医者殿、医者殿、俺さ毒団子こさえてけんですか。医者殿はたまげでな、毒団子なんて嫁のの何すんだ。へえ、おらいの主とかさまんぐれ根性曲がりいねえでば。おらいな憎たらしいねババア見たことねえ、もう辛抱なんねえから殺してやっぺと思って。医者殿は嫁子の言い分はとっくと聞いてだっけ。うんうん、よしよし、わかったわかった、で俺が毒団子こせいでやっから、そんで何日も食えるどっさりの団子をこせいで汚して、ほれこれが毒団子だ、こいつ貸せら死ぬぞ。ほなげっともな、いっぺんにはわかんねえど、少しずつ日に一個ずつ貸せるよ。そうすりゃ徐々に弱って死ぬから。ほんでおめえはマジさ出かけていったら、おがっちゃんのためにアメっ子でもおじゃがしでも何でもいいから買ってきてやれな。もう何日も生きられねえからな。ああ、ありがとうございます。おらもすぐ死なれてはことがバレっから、で言われた通り一つずつ貸せすって嫁子は喜んで持ってけって、早速おがっちゃんさ
おがっちゃん、おがっちゃん、ほら今な、医者殿から腹やみに効く毒別の団子をな、買ってきてやったぞ。な、こさえてきてもらったんだな。だからこいつと食って、はい、元気ならん。風邪でやったっけ。おがっちゃん、よっぽど具合も悪かったんだが、疑いもねぐ素直に食べたんだと。こうして次の日は硬くなった団子、嫁ごはあったかいご飯の上さのせで、ふっくらとさしてまた食べさせたんだと。そうして3日も4日もたずうちにおがっちゃん喜んで、あー、こんなんめえもん、俺さ、子供さもやんねど、俺さばりかせんのかよ。おお、おお、誰、おがっちゃんだけ食べてけらい、おがっちゃんの毒別の団子だな、腹やみに効く団子だから。そうやって無意がも名のがもたずうちに、おがっちゃん腹やみすっかり治って、おまけに炊きたてのめえご飯は毎日食うもんだから、すっかり元気になる。嫁もは、んだおおかしいな、葉っぱしゃな死なねえな、一つでは丹念でねえが。でもな、医者どんなそういうしな、不思議に思ったけども、自分は自分で言われた通りにマジさ出かけていっては土産買ってきて、おがちゃん歯悪くてもな、アメコならいかんべ、ほれアメコ買ってきたと、鍵やめ、鍵やめだ、鍵やめ。おがちゃん、ああ、おめえはなんて気が利くんだべな。そうして嫁ごはマジさ用心出かけるたんびに買ってきては、おがっちゃんほれ今日は買い物が買ってきたぞ、買い物が。まだ俺さくれんのか。ああ、おがっちゃんに食ってもらいでくて買ってきした。おがっちゃんますます喜んで、おら腹やみちょっと起こしただけなのに、なんとらいの嫁子はなんだかいい嫁になってきたな。恋な嫁はどうにもいねえな。そうして体もしっかり元気になったもんだから、隣近所さ行って、おなな、おらいの嫁子な、いい嫁子なんだ、あいな嫁子はな、どこさもいねえどって自慢して歩くんだと。ところが隣近所の人たちはたまげてな、誰あんなに長の悪い嫁と姑もいねって評判の家だったんだ。そのうち何が引けずでもあんだべがって、姑にいじめられてる嫁子は嫁子さ聞きに来る、嫁子と折り合いの悪い姑は姑がさまさ聞きに来るようになったんだ。姑がさま得意げに、ああ、おめえたちもいっぺんな腹やみを起こしてみればいいんだって答えたんだ。片や嫁子の方は、医者殿から独断をこさえてもらったっては言えねえから、困ってしまって慌てて医者殿んどこさ行って、医者殿、医者殿、おらも独断をなんかいらねえ、なんだかおらのがちゃんといい姑になってきたんだ、もう殺す気ねえから毒消しの薬けてけらいん。したっけ、医者殿は大笑いしてな、あの団子は毒でね、米の団子だ、なんぼでも稼いでやれ、まだ根性曲がりが出ねえようになって言ったんだ。それからは主とがさま目物もらっても嫁ごど長よく食べるし、嫁子は嫁子でマジさ出かけるたんびにおじゃがしだのあめっこだの買って帰ってきて、みんなで仲良く暮らすようになったんだとしちゃ、あ、そんなにうまくいくもん食べかってかな、おらもそう思う。こんで四つ子もんつ子下げだ。バイオリン演奏、大鹿ゆきさんです。
ゆきさん、この石巻は私の地元なもんですから、皆様にお礼の気持ちを込めてもう一つやりましょうか、はい、いかがですかじゃあ、とっときの話、あれ、ね、はい、むがすむがす、ある山ん中の一軒家に真面目に働く息子がいたんだと。何せ山ん中の一軒家だから嫁さんの着手がねくて困ってたんだと。おかつさんもな、あっちこっち聞いもんであっちこっち探したんだけども、やっとくじ聞く人があってな、奈良家の村から奈良という娘が嫁に来ることになったんだ奈良は見るがらに体格もいいし、うーんと働く嫁さんだったと。ところが1ヶ月回りしたっけ、なんだか顔色が悪くなって、だんだん元気もねぐなっていくんだ。お母さん心配してな、おめえなんだかこの頃顔色悪いな、